グループビッグバンのメンバー、G ドラゴンが近況ショットをアップした。G ドラゴンは18日インスタグラムに、コメントはせずに写真を3枚載せた。絵を撮った写真1枚と鏡を撮った写真2枚だ。鏡でセルフィーを撮った G ドラゴンは、顔は公開しなかった。フラッシュが反射している瞬間を撮る G ドラゴンならではの感性が詰まった写真である。グレーの半袖 T シャツに黒のズボン姿で帽子をかぶり、手首には色とりどりのブレスレットをつけている。特にミントカラーのブランドバッグを首にかけている姿が特徴的だ。G ドラゴンの個性あふれるコーディネートが垣間見れる。ネットユーザーたちはハートの絵文字などでいらえた。一方、G ドラゴンはソロカムバックの準備中だが、具体的な日程は発表していない。イ・ヒョンジュ、SNS に長文を掲載、告訴されることを明かす。こんにちは。イ・ヒョンジュです。まず私の近況を短く申し上げると、告訴された私の弟はまだ学生であり、家族みんなが弟の告訴の件の対応に集中しています。そしてまだ警察から連絡をもらったのではないけど、報道を通じて私も告訴されることを知り、今後は私の件の対応も一緒に準備しなければならなくなりそうです。多くの方が心配してくださり、応援してくださっているのはわかっています。心から感謝いたします。現在までうまく対応しており、これからもうまくできると思います。今日は少し心配なことがあって文章を掲載することにしました。ご存知の通り、最近いろいろなことがあったけど、非難や悪質なコメントが当事者にとって苦痛で耐え難いことを誰よりもよく知っているからです。私は今はとても元気に過ごしていますが、最近の近況を見ると体と心が辛かった時間を思い出し、心配になります。私は自分が受けた苦痛を誰かに同じようにしたいとは思いません。誰でも間違ったことをすることはあります。だけど過ちを認めて正しそうと努力すれば、許すことが可能なので、失敗だと言えるのだと思います。だからメンバーや知人に対する非難や悪質なコメントもやめてくださるようきりに願います。私はこれまで小さな幸せにも感謝し、生きるために努力してきました。誰もが幸せになる権利があり、またそうなれたらと思います。今日は雨が下っているからなのか、さらに以前のようにすごく心配になります。みんな、幸せな金曜日になるよう祈っています。取り留めのない文章を読んでくださり、ありがとうございます。現役高校生でバスケットボール韓国代表のヨジュンソク選手、俳優ソガンジュンとウィーアイキムヨハンを足して2で割ったようなイケメンだと話題に。アニメ版の芸能人が韓国で話題。エクソ界の場合。